はいどうも、株式会社ヒューマントーチ社員のカオスマイスターと申します。対戦相手の方が見つかりました。アシュリンゴさんですね。ほう、この人は斉藤飛鳥が大好きなアシュリンゴさんですね。アシュリンゴさんのパーティーはエーフィー、ボーマンダー、ニドクイーン、アシュレーヌリザードン、マニューラですね。なかなかアタッカー気質ですね。お相手はまず、そうだな、炭構築ですね。壁張り、エーフィーで壁を張ってきて、ボーマンダで待って、勝つという感じでしょうか。ならば私はカプレヒで、ルチャブル刺さってねえな。カプレヒで、ドサイドン、そうだな、テテフ、ボルトロスでいきます。カプレヒで、ドサイドン、ボルトロスでいきます。アシュリンゴさん、対戦よろしくお願いします。マルタソウ、ボルトロス活躍したぞ。あとシェリー商事動画見ろよ、クソ野郎。はい、アシュリンゴさん、対戦よろしくお願いします。画面止まった。ちょっと。画面止まんないで、OK。瞑想で。光の壁。もう一回瞑想つみます。さあお相手どうする。サイコキネシス殴ってきた。もう一回瞑想つみます。そうですね、じゃあボーマンダが後ろにいるかもしれないんで、スーパーアクアトルネードをぶっ放します。サイコキネシス、ミズゼットがぶっ刺さる。でもさすがに光の壁あるから倒せないですかね。これ絶対後ろ相手ボーマンダいるんで、タスキか、あ違う、リアルタスキだ。サイコキネス、ムーンフォースで、カプレヒレアタッカーで作ったけど無駄急所だな。アタッカーで作ったけど火力ねえな。瞑想2回積んであれか。さあここでボーマンダ、ここはお相手普通に殴ってくると思うんで、カプレヒレ捨てでムーンフォースで、まさか竜の舞は積んでこないと思うんですよね。は？おい、水にした光の壁あるって言ったって水にしたムーンフォース耐えると思うのかよ。そんなにガッチリ振ってんの？うーわ、身長 HD ぶっぱじゃん。マジか。すげえな、メガボーマンだ。あ、捨てみタックル。ここはね、ドサイドン投げます。
お相手の後ろを読みましょう。ここ冷凍パンチで羽休め、身長、かってえな。これどういう努力値ぶりにしてるんだろう。羽休め、これあいいですよ。コールコールかもしれないんでね。光の壁がなくなった。身長 HD マンダスね。これ凍ったらこっちのもんなんで、冷凍パンチ。これだけ耐久にがっつり振ってるってことは、竜の前1回でもドサイドンは多分倒せないと思うんですよ。羽休め、羽休みの PP がなくなるまで、冷凍パンチをぶん殴ります。これ急所だ。はい、凍った。これがあるんですよね。ここロックブラストで、さすがソースカツ D ですね。アシュリンゴは、引っ込めた。アシュレーヌ2、3、4、いいね。ちょっと待って、相手凍った。これいけるな。いや、ドサイドン捨てていいです。あ、いいよいいよ。 Z 技ぶっ放して、これはもう勝ちました。後ろボルトロスなんで。ちょっと待ってくれよ、これバンされるやつじゃん。ふざけんなよ、シェリー障子やな。この試合採用できねえじゃん、シェリー障子だなこれ。ほんとシェリー障子、早くハブキトーマスターとシェリー障子ポケモンウルトラサンムン買えよ。シェリー障子だな。ほんとこういうバンされるようなあの Z 技使う試合があるから嫌なんだよな、マジ。10万ボルトでこれもう絶対勝ちでしょ。もしボーマンダが最速で氷が溶けて動いたとしても多分ないはず。いや絶対ない。ボーマンダを繰り出した。カチカチに凍ってますよね。じゃあ目覚めるパワー氷でフィニッシュです。はい、コウさん対戦ありがとうございました。はあ、シェリー障子やなこの試合。勝ったのに本当なんか動画がノーシグナルになったり止まったり、わだつみのシンフォニアでバンされるかもしれない動画が撮れて、ほんまシェリー障子。しかもシェリー障子あのダイレクトメッセージに最近動画あのなんだアップするたびにこう見てね見てねってやっても、私シェリー障子だから見てませんとかってコメント返ってきて、ほんまシェリー障子やわ。こんなに面白いバトルしてるのに見てないとか、もうほんと飯塚隆の引退試合ぐらい面白い試合になるからな、俺のポケモンウルトラサンムーンは。ほんまシェリー障子やわ。あとポケモンウルトラサンムーン早く買えよ、ハブキトーマスター。ジェリコさん、ジェリコさん、トランキーロ、カオスさん、カオスさん、トランキーロとか言ってる場合じゃねえんで、早く帰えよ。アディオス。